この生物調査は嵯峨農業高校で土木を担当する教諭らが生徒に地元の自然環境を楽しみながら知ってもらおうと初めて企画しました。この日は環境工学科の 1,2 年生15人が参加。生徒たちはガタスキーを使って干潟を移動しながら調査を進めました。調査はおよそ3時間行われ、ゴカイやカニのほか、県が絶滅の危機が増大しているとして絶滅危惧2類種に選定している二枚貝アゲマキも見つかったということです。まあ、自分たちの地元のこともよくわかるし、方の何か新しい発見があればいいと思います。地元のこととかそういったことをやっぱり知って、そして学習に生かしていこうということでさせていただきました。またこれからいろいろ調べてですね、どういったものがいたのかやっていきたいと思います。あげまきは記録用に撮影された後元の場所に戻されたということです。